はい、こんにちは。ポッシブル可能性の会&サンドバムの太田です。いつもね、話してる、最近ハマっているラジオトークなんですけども、この間はね、美の教官、優子様という女性の、トーカーの方がいるんですけども、まあ、基本的にはね、美容と健康のね、アドバイスをするお仕事をされている方なんですけども、今回はね、僕、優子様のお部屋の方に遊びに行かせてもらって、ゲストで上がらせてもらったんですけども、この年になってたんですけど、恋愛の相談を、はい、してきました。恥ずかしいですよね。赤裸々に恋愛の話をしてきたんですけども、この美の教官優子様っていうのは、すごいね、僕よりも年は全然下なんですけども、すごいね、話を聞くのが上手で、そしてさらにね、こう、アドバイスするもすごい上手なんですよ。なので、僕もね、いろんな経験、恋愛の経験してきて、まあ、傷ついたことだったりね、まあ、良かったこと、嬉しかったことあるんですけども、まあ、全部ね、優子様に聞いてもらうことで、もう本当気持ちがね、すっきりしましたね。なので、もしね、美の教官優子様にね、なんかね、いろんな相談をね、したいっていう方いれば、ぜひ、優子様の方にね、相談してみてください。それで、優子様のね、URL の方はね、説明欄の方に、書いておきますんで、よかったら、はい、そちらの方から入ってみてください。よろしくお願いします。はい、そして今回の題なんですけども、求めるな、求められることをしろという題なんですけども、人にね、こうしてほしいっていうふうに求めることってありますよね。自分の考え方で、あの人もうちょっとこうやって動いてほしい、ああやって動いてほしい、ね、自分のことをこうやって見てほしいっていう時ってよくありませんか？まあ、例えば仕事のシーンとかでも、後輩とかね、部下とかにね、求めることってありますよね。だけどね、やっぱりこう、自分が思ってるようにね、相手が動くってことってなかなかないもんですよね。そこで大事になってくるのが、相手が僕の話を聞いてくれる状態であるかどうかっていうのが一番大事になってくると思います。どれだけね、正しいことや勉強してきたことを相手にね、伝えようとしても、相手側がね、こちら自身に興味を持ってくれてるかどうかっていうのが、一番大事になってくると思うんですよね。会社の先輩とか上司、例えば学校の先生だとか、あとね、部活の先輩だとか、ね、相手がね、正しいことを言ってるんだけども、耳に入らないことってありますよね。で、そういう時は、相手の状態を把握してないで、一方的にこちらから、話をぶつけてるだけだと思うんですよね。自分が伝えたいと思う気持ちの時に、相手が聞く準備ができてるかどうかがとても大事になってくると思います。まあ、逆にね、聞く側の立場でいくと、相手がね、どういう人間かっていうことがすごい大事になってくるんですよね。前に配信したリアル人間関係の作り方というね、配信をしたんですけども、まあ、それにもね、ちょっと通じる部分あるんですけども、大事なのは、相手が自分の話を聞いてくれる状態になってるかどうか、まあ、もっと言えば相手がそういう状態になるようにこちら側から作ってあげれるかということが大事になってくると思います。まあ、もうちょっとね、違う角度で言うと、自分が相手に求めることと相手が自分に求めてることのギャップが大きいとなかなか話は伝わらないと思います。まあ、例えばなんですけども、自分自身はかっこよく見せたいと思っていても、ね、客観的に見た時には、この人は面白い人だって思われている可能性ってありますよね。このね、ギャップが大きければ大きいほど、やっぱりこう、自分が伝えたいことっていうのは相手に伝わらないっていうことが多いと思います。なので、自分自身が客観視をして、自分が何を求められているかをまず考えることが大事になってくると思います。僕はね、結構ね、第3者や第2者の方たちに僕の印象を聞いたりするんですよね。まあ、もちろんね、忖度したりお世辞とか言ってくれたりする方もいらっしゃるので、それが全てではないんですけども、比較的こうちょっと厳しいことを言ってくれる人に意見を求めたり印象を求めたりすることってやっぱりたまにあるんですよね。で、そうすることで自分がね、相手からね、第三者からね、どういうふうに見られてるかっていうのが自分でも把握できてくるようになると思います。それで、ね、まずやっぱり最初にね、相手がね、自分にね、何を求めているかということを把握して、それをね、表現してあげることで、そこで初めてね、信頼関係ができて、僕が伝えたいことが伝わるようになると思います。はい。なので、自分が相手に求めていること、相手が僕に求めていること、このギャップを埋めることで、
自分が伝えたいことが伝わりやすくなるっていうお話です。なので自分が相手に対して一方的にね伝える押し付けるっていうことじゃなくって、相手が自分の話を聞く状態にそこまでこちらから先に歩み寄ってあげるね、相手が求めてることを叶えてあげる、そういうことを先にやってあげると信頼関係も深まって自分が伝えたいことも伝わってくるのかなと僕は思っています。まあ例えばね、学校とか、会社とかね、新入社員とか新人とか入ってきますよね。まあ、そういった時に相手が求めてることっていうのは初めてのことなので多分緊張してると思うんですよね。なので相手は緊張をほぐしてほしいと求めてるわけですよね。なのでこっちが一方的に伝える前にまずね、その緊張をほぐしてあげる、はい、っていうことが相手が求めていることなんですよね。それを解消してあげることで初めて相手がね、私のこっちのね話を聞くようになってくれる、こっちが求めていることを受け入れようっていう体制ができると思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いいたします。またねー。